どうだ、足取りはつかめたか。ええ、思った通り、犯人は海賊団海蛇の下の連中ね。やはりそうか。こっちに何か動きはあった？いや、静かなものさ。アマルジャ族は時折フリートを召喚しているが、溜め込んでいたクリスタルを使っているようだ。ウリエンジェからも目立った動きは報告されてない。決まりね。どういうこと？ここ最近頻発していたザナラーンのクリスタルの消失、当初はアマルジャ族に流れていると思っていたわ。でも実際には流れていた先は海の向こう、バイルブランド島だった。ラノシオニ？確かにしばらくおとなしかったサハギン族がここに来て活発に動いているという情報があるけど、まさか万神リヴァイアさんを召喚しようとしているの？残念だけどその通りよ。先のアマジナ鉱山社の事件を追ううちに海賊の関連を匂わせる証拠を見つけたの。そこで私はリムサロミンサに行って調査をしていた。国家団の調査隊に同行した結果、サハギン族による万神リヴァイアさんの召喚は目前に迫っているとの結論に達したわ。そして奴らは不滅なるものという何かしらの力を手に入れている。このエーテルの乱れ、想像以上ね。やはり神おろしの準備を。うっせ、全ての準備は整った。我らが神を招き、ヒレナシどもを一掃する。そしてこの力を解き放って不滅なるものへと昇華し、あの方と同じ永遠なる時を手に入れる。我らの海を取り戻す時が来たのだ。ふわっしゃあの方、不滅なるものとは一体？ここまでか。不滅なるもの、まさか。二人とも大丈夫？今、あなたも見たのね。不滅なるもの、永遠の時、つまりは不死の存在。おそらく白き衣のアシエンエルディブスが言っていたことよ。だとしたら、あのサハギン族は超える力を持っているというの？メルウィブ提督から万神リヴァイアさん召喚の阻止、それに万が一の事態に備えて暁の力を借りたいと申し出があったわ。万神問題となれば断る理由はありません。
ネムサロミンサへ向かいましょう。私も行きます。タダルさん、留守をお願いね。おいおい、本気か、ミンフィリア。どうしても確かめなくてはならないことがあるの。答えがあるのかもしれない。超える。仕方ない、俺も行こう。もしもの時には名主様は俺が守るさ。ありがとう、サンクレット。何か起きたようだな。ええ、エオルゼを脅かしている旧敵万神が現れようとしているのよ。万神。私たち暁の決命はその敵を排除するために動いている。この地を救済するためにね。ならば私も力を貸そう。皆には世話になっている。少しでも恩を返したい。幸い腕には少し自信がある。それは助かるわ。私たちには少しでも戦力が必要なの。それにあなたにとってもエオルゼアが抱える問題を知るいい機会になるかもしれないわね。